それでは、これより、JICA ・小型・貞子、平和開発研究所、ナレッジフォーラム特別編、スティグリッツ教授講演、複合危機化のグローバル経済、新興国、途上国の課題とレジレンス協会への道筋を開催いたします。私は本日、司会を務めさせていただきます、JICA ・小形研究所の笹部と申します。よろしくお願いいたします。 まずはじめに JICA 理事長の田中昭彦よりご挨拶申し上げます。田中理事長、よろしくお願いします。本日は、えー、ジョセフ・スティーグリス教授を招きした JICA 大型研究所ナレージフォーラム特別編、えー、複合機関のグローバル経済、新興国、途上国の課題とレジリアンス協会の道筋、えー、にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。新型コロナウイルス、 ロシアによるウクライナ侵攻、気候変動などの複合的な危機は世界の社会、政治、経済に大きな負の影響を与え、不透明で予測し難い状況をもたらしています。特に新興国や途上国では、コロナ対策が依然として必要な一方、エネルギー、食料価格の上昇、米国による 金融引き締めによる資金流出リスクの上昇、これのような状況で経済の難しい舵取りを迫られております。政府債務が拡大急速に拡大していることも懸念材料です。例えばスリランカは本年、デフォルトに陥り、社会不安や政治危機に直面しているのはご承知のとおりであります。 債務履行に対する懸念は他国でも高まっており、さらにまたこれが地政学的リスクにもつながる可能性をはらんでおります。一方、実際のところコロナ禍以前からです、ね、世界には新たな変化が生じていたことも忘れてはなりません。具体的に言えば自国優先主義や反グローバリズムの動き、 新興国のの派遣拡大の動きなどが挙げられます雇用問題の分野ではかつてアジアの発展をけん引した製造業が成長や雇用創出にあまり貢献してないのではないかという指摘もありまた先進国を含む世界における労働市場で二極化や格差の拡大が問題として 挙げられております今回のナレッジフォーラムでは混迷を極めるグローバル経済が今後どのように回復していくのかどのようによりウェジリアントな仕組みや社会を作っていくのかこういうことについて特に新興国と途上国に焦点を置いて考察するためコロンビア大学のジョセフ・スティグリス先生にお越しいただきました。 皆さんもよくご存知のように、スティグリス先生は、えー、情報の非対称性の理論に関する功績から2001年にノーベル経済学賞を受賞されております。主に公共経済学、情報の経済学の分野で、えー、活躍をされており、米国の大統領経済諮問委員長や、世界銀行のチーフエコノミストを歴任され、グローバル経済に関する多くのお貴重な論考を発表されております。 また、スティグリス教授は、コロンビア大学政策対話イニシアティブ、IPD を率いておられ、途上国の開発のための政策分析、提案を積極的に行っていられます。JICA 大型研究所と IPD は、2008年以降、数字にわたり、産業政策やアフリカ開発についての共同研究を行ってきており、現在は第5次の共同研究として、 グローバルな雇用問題について研究分析を進めております。今年8月にチュニジアで開催されたティカッド8では、アフリカ連合開発庁との共催サイドイベントにおいて、スティグニス教授に登壇いただきましてですね、JICA はアフリカが持続的経済成長を実現するためには、経済構造の転換が 必要であるというようよな世界のさまざまな危機に対するレジリアントの社会を作ることで人々の命、暮らし、尊厳を守るこれが人間の安全保障であります。JICA はこの人間の安全保障の理念のもと世界の経済社会のレジリアンスを高める取り組みを 国内外のの関係の皆様とともに進めております本日のこのフォーラムもその一環であり、スティグリッツ教授と共に議論を深めてまいりたいと思います。本日はスティグリッツ教授のご講演の後に、開発経済学の第一線で研究されている東京大学の澤田康之教授にコメントをいただきます。また 国際協力の実務と教育分野の研究の観点で、茅島信子 JICA 大型研究所シニアリサーチアドバイザーからもコメントをいただきます。モデレーターは JICA 大型研究所の高原昭雄所長が務めます。それでは、今日、本日の活発な議論をですね、ぜひ楽しみにご覧になっていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。 田中理事長ありがとうございましたそれではスティグリッツ教授より複合危機下のグローバル経済新興国途上国の課題とレジリエンス協会の密指示と題しましてご講演をいただきますスティグリッツ先生よろしくお願いいたします 皆様本当にありがとうございますまたこうして JICA に戻ってくることができましたことは大変嬉しく思っておりますこれまで長年私たちは孤立した状態にありました日本にこうして戻ってこられたのはコロナパンデミックが始まってから初めてのことであります再びこのような機会を いただきまして、また緊密な連携を14年間もの長きにわたり培ってこられたことに対してジャイカの皆様に感謝申し上げたいと思います。このリサーチインスティテュートの名前ですけれども。 小形先生と一緒に仕事をした世銀の事態を思いつつ先生のこれまでのご講演を記念してお名前がついたということを嬉しく思っております。人間の安全保障に尽力されてきたということは今でも明確に私の中にあります。世界ではさまざまなことを が起きております複数の危機というのが起きていますがその一つがパンデミックでありますいつ収束するのかというのはまだ不透明ですまたサプライチェーンにも大きな影響を与えています特に中国においてはロックダウン政策をとっているということそして MRA メッセンジャーアレイ ワクチンの効果にもかかわらずこれを拒絶しているということもあります。これは非常に難しい状況ではありますけれどもさらにその追い打ちをかけるように起きたのがロシアによるウクライナ侵攻であります。その影響というのは甚大でありましてエネルギー食品価格に大きな影響を与えています。 そのことは取りも直さず、レジディエンスがいかに重要かということを私たちに伝えていると思います。世界経済というのは、私たちが思っていたよりもレジディエントではなかったということが明らかになったことです。レジディエンスがないということは、つまり私たちは新しい危機を迎えているということにつながっています。具体的にはインフレーションであります。また、同時に、 まあ世界経済が低迷を続けているということもありますこの中央銀行の役割ということになりますけれどもこれは FTA が金利を上げていく わけけなんですけれども実はこのインフレというのは金利を上げることによっては解決できないのです。自動車であっても例えばその製造の仕方というのを私たちは理解していますけれども半導体不足があるということによってこれに支障が出ています。また赤ちゃん用の粉ミルクの問題もあります。 つまり、ここで何を私が強調したいかということは、市場が私たち誰もが考えたよりも、実はレジリエントではない、強靭ではなかったということです。つまり、市場があまりに近視眼的な対応をしていたということが、これをもたらしているのです。 インフレの中には、具体的には市場集中が進んだことによってもたらされています。例えば粉ミルクの場合ですけれども、一つの企業が粉ミルクの50%を製造しています。これは安全ではありませんし、この実は問題があると分かったときに、工場をシャットダウンしてしまいました。 つまり、このような需要のシフトがあるということによってインフレがもたらされています。これは、そう需要が増えたということではなく、このショックによって、この部門的な需要の高まりによって起きているインフレなのです。ということは、利上げはインフレに影響を及ぼすということはできません。 このエネルギーやチップについても同じです。さらに悪いことには、必要な投資というのが金利が高いことによって、サプライチェーンの問題解決にもより多くのお金が必要だということになります。ここの,えこの企業によっては、値上げに注力してしまうことによって、さらに、 このインフレが加速するということも起きています。また金利が高いということになりますと家賃も上がります。これは結局のところ家賃という大きいなものが値上げするということにさらにインフレが悪化してしまいます。私は。 EU の中央銀行そして f r t a になんとかこのことを理解してもらいたいということを伝えてきたわけです。これはもう顕著に明確なことであるかと感じたからです。パンデミックがありそしてロシアのウクライナ侵攻がありそして金利の上昇ということが今起きています。 の長期的に見て、これは状況をさらに悪化させているかもしれません。えつまり、食品価格が高騰しているということが世界各地で見られています。この供給側に気候変動の問題も関わっているからです。エネルギー価格に関しては、このグリーントランジションへの 取り組みの中で大きく関わっています、まあ、ちょうど変更というのが非常に不安定なのと同じようにまたこのまあ非常に世の中というのは変わりやすいものなのですプーチンよりは私はお天気の方が信頼できるというふうに思っています。 私たちはむしろ幸運だと思えることも起きています。それは再エネの価格が急速に下がっていることです。この輸出ということを考えますと、これもレジリエンスに貢献できると思います。もう一つの危機というのは、実はこれは格差による危機であります。 このパンデミックによってさらに悪化しているということも実際に見られます。アメリカでは100万人以上の人がパンデミックで実際に命を落としています。その理由は何かというと、それはもう明確だと思います。つまり、ウイルスというのはどのような人に対しても、 同じように広がりますけれども、影響をもっと深刻に受けるのは健康状態が若い悪い人たちです。また、医療保険制度を利用できない人たちは大きな影響を受けてしまいます。この人たちは同じウイルスによっても重症化するのです。もう一つの側面ですけれども、これも重要なものです。つまり この格差というのは信頼を蝕んでしまうということです。その結果、反ワクチンであったり、さまざまな反マスク運動などというのが生まれています。私の考えでは、格差の危機というのは、民主主義の危機にも影響を及ぼしています。世界中を見回しますと、権威主義的な制度の中で生きている人たちというのは、実は増加しています。 鉄のカーテンが崩壊したとき、福山さんがこのような記事を書きました。その中で歴史が終わったというふうに述べていました。私たちは自由経済と、そして民主主義をこれで享受できるのだというふうに記載して,していました。しかし、これは非常に明るい見通しでした。 非常に大きな懸念として私が感じているのは極右政党が選挙で大きな票を集め始めているという事実です。現政度が体制の利益のために捜査されているという見解がが広がっています実際にはこうした政策が不平等を助長しています。 そしてまた信頼これは経済社会システムの中で信頼が落ちていますですからそれにより専門家科学への信頼が落ちています科学への信頼が落ちてしまうそこからワクチン反対の運動というふうになっていますまたたこうした中で 誤情報、偽情報を生み出す土壌もできています。それにより理性的な意思決定や政策立案が極めて困難な状況となっています。そこからパンデミックは非常に深刻な連鎖反応ももたらしました。特に途上国、新興国市場では深刻で、ま、興味深いのはパンデミックの最初の頃、皆さん もう古代の歴史ぐらい昔のように感じられますけれども、パンデミックが健康状態の悪い方たちにより大きな影響を与えるということは、アフリカや南米、非常に大きな影響を与えると思われていますが、懸念よりはひどい影響ではなかったです。しかしか 南米は非常に打撃を受けましたが、アフリカはそこまでではなかった。もちろんデータの問いや状況がよく理解されていないことがあった、また抗体が多かったというのもあります。しかし、経済の影響は甚大でした。その理由はシンプルで、日本や米国というところ、GDP がありますので、そこから復活をすることができました。しかしか 途上国はそれができなかった10%以上の GDP が下落しました。例えば、アルゼンチンといったところ、ここはもう GDP が10%下落しました。国によってはそれ以上の下落を見たところもあります。その多くの利用というのは、輸出市場が弱くなり、その結果として何をもたらしたかといいますと、これは、 債務問題が出てきたというこういったことが開発の課題をより深刻にさせています。そしてこのパンデミックの前でも途上国、新興国アフリカのいわゆる収入の少ない国ですが複数の課題を抱えていました。 この1つが IPD と j i c a の共同プロジェクトでありますが、非常にうまくいった東アジアでのこのモデルが、アフリカではうまく機能しないということが言えます。これは理由は単純で、東アジアのモデルは製造業の輸出指導による成長を目指すものでした。 グローバルのその結果としては、製造業が現在、社用になり、8%、9%ですね、アメリカで。そして製造業というのが、その成功がそのままもろはとして戻ってきたというところです。それから、労働力、このインプット。 価値自体が低下しています。ということは、この安価な労働力の価値も低下しています。そうなりますと、通常途上国というのは安い労働力で上がってきたわけですが、そういったわけにいきません。そうなりますと、製造業の潜在的な雇用というもの。 途上国でそうした労働力を獲得するということがないがしろになってしまうということがありますそこに気候変動の問題もあります多くの途上国ではより一層に農業に依存しています気候変動は農業産業を一番影響を受けるところです そしてまたネタウリン気候地域にある国が一番影響を受けています。ですからこういったものは十分に悪い状況であるんですが、もう一つ大きな問題としては迫る危機と債務危機があります。アルゼンチン、これは危機の前に問題がありましたが、 自分たちが制御できる以上の債務を取ってしまった。そしてコロナ禍でその債務が増大。歳入が減り、そして歳出が増大する。経済の維持をしなければならないという状況での危機です。つまり、債務、GDP に対する債務の率が高くなっていくということです。低金利時代はなんとか制御をしてきました。 しかしながら先進国アメリカ、日本、中国ここはゼロ金利できましたアフリカはそうはいきません金利はもっと高い率でしたアメリカで金利の引き上げが始まりますとアフリカの金利はさらに大きな上げ幅で上昇していきますそうなるとお金は が安くなります債務はこれはドル建てで行っているのが多いですので国内通貨に比べてドル建てで建てた債務より一層の支払いの債務義務が発生します一方でまた問題となるのは食料エネルギー価格の高騰です ですから世界中で、議員や IMF、こういったところが非常に懸念しているのが、増大する債務危機、こちらを責任しています。我々は、おそらく、ポール・ボルカー氏が金利を上げたとき、 70年から80年にかけて行いますが、今、これは世界中のに発生している状況です。ですので、非常に大きな影響を国に与えています。しかし、グローバルでも、グローバルの世界成長に対しても大きな影響を与えます。 それからもう一つ非常に大きな側面として起こっていることは、これはもともと2017年に発生したトランプ政権から担保していますが、新しい冷戦というものです。これはまだ続行中です。バイデン大統領が 新しい独裁主義というものが中国であるということ、また人権侵害の問題もありました、そして香港での民主主義の危機もあります。ですから、世界中で二極化している状況を目の当たりにしており、その中でロシアのウクライナ侵略というのが状況を増大させています。 国連ではこういったものを阻止しようとこれまでやってきましたが実際に起きています。途上国では課題、問題を抱えています。いわゆるこの新しい冷戦で自分の自国の位置づけをどうすればいいのかと頭を悩ませています。多くが どちらを選ぶかということ、どちらの側にはつくのかということはし,ないしたくないと思っています。中国なのか、それとも世紀なのか、西側なのかというところですが、非常に難しい問題です。途上国は非常に難しい舵取りを迫られます。途上国で先進国であっても難しい舵取りでしょう。 これはいわゆる新しい世界の冷戦ということになりますと大きな問題です。この冷戦にどう打ち勝っていくのかということ。これは人心をつかむ必要があるということ、ここが肝心です。特に途上国の人心です。ですから我々は、 民主主義の中でやるべきことをこれまでできていなかったという状況があります。特に欧州、アメリカではこれはデメリットができます。植民地主義、ネオ植民地主義というところで、不平等な 扱いを行ってきましたまた多角的制度を行い先進国がこれを主導したことで多くの不公平が多いですし構造的調整プログラムというのはこれのタスクフォースの中でもお話をいたしますけれども IF の構造調整プログラムですがアフリカの産業の空洞化を助長しているようであります。 アフリカの開発はより困難になりました。このように歴史的な背景はあるわけですけれども、最近の出来事を見てみますと、さらに悪化していることが分かります。二つあります。一つは先進国に関わることです。この先進国というのが気候変動に責任を持っているわけですが、しかし途上国というのはより多くの 二三方を排出していますしかしながら歴史を深えた場合にはほとんど先進国です。途上国に手を差し伸べて何とか対応しようとしていますが、実際のところは援助は確実に提供できていません。むしろ悪化しているかもしれません。さらに問題なのは。 こののワクチンの問題でありますこれを私はワクチンアパルトヘイトというふうに呼んでいます。パンデミックを私たちは経験してきたわけですけれども、ワクチンを一国で抱え込んでしまった国もいます。カナダは人口の8倍の数のワクチンを貯蓄し備蓄していました。 アメリカそしてヨーロッパも類似した状況ですしかしさらにこれよりも問題なのは知的財産権の使用でさえ途上国には認めなかったわけです南アフリカとインドはかなり初期から知財を使いたいということを主張しました自分たちで生産したいというのです 私もこのキャンペーンの一員だったんですけれども、バイデン大統領に対して、この知財の放棄というのを要求してほしいということをお願いしたんですけれども、ドイツはこれに応えるということはありませんでした。実は、既存の法的枠組みというのは、このライセンス不要を法律上、きちっと義務化しているんです。 しかし、実際にはこれは長い時間がかかります。3年も待つことはできません。この問題というのは喫緊の課題であります。つまり、放棄することが必要なわけです。しかし、ドイツの答えはノーでした。これは非常に苦々、えー、しい経験となりました。 そのまた影響というのもありました。いくつかありますけれども。結局のところ、ウイルスはさらに蔓延して変異を助長することになりました。すべての人がワクチン接種を受けることができれば、それは先進国の利益にもなるわけですけれども、西洋の製薬会社は、 これに応えることはありませんでした。つまり、製薬会社は人命と健康よりも利益を重視したということになります。また、外交政策の懸念というのもあります。経済が立ち行かなくなる国々も途上国の中にはありました。しかし、外交政策というのも、 その背後に存在します私が非常にショックを受けたのはロシアがウクライナを侵攻した後に皆誰もがウクライナを支持するだろうというふうに考えました。しかしロシアのプロコッパガンダというのは、えー、途上国に大きな影響を与えました非常に強いキャンペーンでした。 なぜかといいますと、ロシアと中国は途上国にワクチンをきちんと提供していましたし、えー、自国で製造するということを認めていましたが、私たちはそういうことをしませんでした。これが新しい冷戦で、えー、負けてしまうということを作り出しています。私たちは、えー、世界に支援を差し伸べるのではなく、えー 遠ざけてしまううということがこれは敗北につながる態度なのですこれらの欠陥を私たちは補っていかなければいけません。もちろん中国の存在は非常に大きいですが援助というのは正しく設計されたものでなければなりません。新しい冷戦の中ではありますけれどもグローバルな協力が 非常に重要となっています昔の冷戦と今回の冷戦は大きく違います昔の冷戦は世界が2つに分かれていました中国やロシアへの対応というのはありませんでしたが今日は違います なぜかというとプレナータリープログラムつまり地球規模の健康であったり気候変動といった問題を現在抱えているからです。もう一つの問題として互いに競争している中で比較優位性を活用して少なくともグローバルな貿易の利益を得ることができるのかという疑問です。何らかの関係の途絶が生じるのは仕方がないことであります。 しかし、一旦実行した場合には、なかなかこれは制御できなくなる可能性もあります。私たちが、えー、このレジリエンスということを考えた場合に実は重要なのです。またこの点には後から触れたいと思います。十分な配慮がレジリエンスに払われていないと思います。 世界のエネルギー問題を考えた時に再エネのインプットを見てみましょう太陽光そして風力がありますけれども実は全てが鉱物そしてレアアースに大きく依存しています実はその多くが中国,中国産であります。 このグリーントランジションを目指す場目指すほど、実は中国への依存を高めている、深めていることになります。世界がロシアの石油にの依存は10%程度ですけれども、金属レアアースへの依存、これは80%という非常に大きな数字になっています。 非常に奇妙なことではありますけれども、実はこの強いこの冷戦を後押ししながらも、中国に依存しつつ、そしてこの問題に対応するためのレジリエンスを手に入れることができていません。欧州は信頼できない貿易、相手国に依存することの危険性で大きな犠牲を 学んだこととがあると思います実は、メイキング・グローバイゼーション・ワークという私の著書初期の著書があるんですけれども、この中でロシアは信頼できる貿易相手国ではないという警告を鳴らしました。 ロシアのガスへの依存ですけれども、これは石油と違います。パイプラインを通して提供されるのがガスですえ。つまりロシアが片側にいて、その相手先にパイプラインがあるということ、つまりここのレジリエンスというのは非常に脆弱です。これは馬鹿げたことだと思います。その相手国であるドイツですけれども。 全くその理論的に破綻していいたと思いますつまりそれはどういった理論かといいますとロシアもドイツに依存するだろうとそうすれば信頼できるという非常に懐疑的な理論でしたもしこう独裁的な政権があった場合にはその理論というのはなかなか 通用することがなく結局のところ権力が集中しています結局のところ短期的なことに注視しましたつまりコストを削減を重視したのです長期的なリスクを考慮することはありませんでした ロシアのガスに依存するということは、これは企業、そして国レベル双方においてこれは失敗でした。世界中の問題を見てみますと、製造の過剰な集中によって経済はより脆弱になってしまいます。こういいったものは新しい 自由主義のとということになります世界の貿易というものが全て解決できるという考えで私たちはこの国境のない世界から国境が重要であるというところに行っているしかし興味深いアジェンダでもあります基本的にその政治的な単位というのはこれは国単位です 民主主義が全ての国で実現できていないことも知っていますし、民主主義があっても、米国のようなところ、トランプ氏のような人も存在するわけです。ですから、そこでは信頼ができないということになります。残念ながら。民主主義があっても、国境が重要であるということになります。ですから、もちろん理想論として、 国境のないものというものは、これは今、うまくいっていないと。そこからでは、よりレジリアントな経済をどう構築していくのかという話になります。まずは、新自由主義からの、これから抜けていく必要があると考えます。 というのは2008年には世界金融危機がありました。そして国境のない世界というのはアメリカの金融システム、これがうまく制御できないという世界へと突入しているということです。ですから、国境のないところに良いものだけでなく悪いものも入ってきているということです。ですから 自分たちをそれに露出させるということですが、新自由主義のアジェンダは、これは自由化ということですが、必ずしもうまくいくというわけではない。新自由主義というのは、もともとこれは市場に基づいたもので、市場が完璧に動いていればうまくいきます。多くの方たちが40年、50年と、 かけて私以外の専門家もなぜ市場はその理想的に起用しないのかというのを解いてきました。世界の経済理論学者たちがそれだけを唱えたところでもやはりその政府の機能がなぜ必要なのかというのを説いてきました。産業界での政策も必要だと説いてきました。そして今、市場の失敗も見てきました。 ロナルド・レーガン氏が自由主義、事情市場を提唱してきましたが、それが大きな問題となりました。2008年の世界金融危機へと突入していったわけです。アメリカではオピオイド、鎮痛剤の危機、子どもの闘病病の危機や環境危機、また市場力の搾取といったものも、 問題とししてて発生していますですからバランスというところでは集団的な行動が求められています特にこれだけの複雑な都市社会の中では規制が必要ですまた公共投資も必要でしょう基礎研究インフラ教育健康というとき また社会保険を入れてリスクの軽減も必要でしょうそして私の成長の中で伝えているようにやはり豊かな制度のエコロジーが必要だというふうに説いています市場に依存するというのは特に大きな問題があるというのはこれは戦争中のことです 現在、今、ロシアのウクライナ侵攻がありますが、これがないようにと目をつぶっているようにも見えますが、これは欧州で起きていることでもあります。価格が高騰し、市民が苦しみ、そして大きなその分断があると。 その中で団結というのがより一層叫ばれる時です。特に今です、エネルギー価格、電気代が10倍以上になっている今、電力市場の中では欧州が適用した制度,制度というのですが、新自由主義に基づいたものです。カリフォルニアでは大失敗を遂げています。電気も不足をし、 そこから規制にまた戻るということになります。欧州はその学びを得たと、受けたということになるでしょう。特に市場ですが、戦時中の市場というところ、これはきちんと制御する必要があるということ、そしてまた制度的な変革がいつになく必要です。市場もそれ,だそれなりに調整はされています。 例えばこれはもう少し以前より必要だあれも必要だというのはあるでしょうですから市場がよく機能するには分析も必要ですが大きな変化が必要例えばグリーン移行のようなものこういったものには平時でも戦時でもこれは特に戦時では市場がうまくいきませんさまざまな今移行の時期に来ています 製造、サービス、グリーンエコノミーといったものを挙げられます。ですから、私たちのこの依存体質を変えなければいけません。あらゆる依存体質というものを変えなければいけないという話です。そのためには政府のより一層強い存在が必要です。すでに強調している点ではありますが、 市場,は市場に任せるのではレジリエンスは不十分です。非常に近視眼的な傾向が強く、また長期的なリスクの思考がないのが市場です。日本ではどうか分かりませんが、少なくとも米国や欧州では、車にもうスペアタイヤをつけないで製造しています。 その方が安いからです。スペアタイヤは大して使わないからという考え方に基づいていますが、パンクすれば200マイル、300マイルもガソリンスタンドがないようなところでパンクしてしまったら、これは最悪です。コストは高いですし、スペアタイヤのコスト、スペアタイヤを持ってくるというこのチャンスもないでしょう。例えば、 ロシア合成の欧州の依存も一つですし米国の銀行08年の金融危機以前に行き過ぎたリスク取りをしましたですから非常に良いものもありますが危機パンデミックのような大きな危機が訪れた時にはこれは市場に任せるというのは悪い結果が。 もたらせます特にグリーン移行という現在の問題を考えますと非常に興味深い内容としましてはアメリカは40年間かくなに産業政策に対して反対しました WTO にも誰もこの産業方策は持つなという話をしました責任もですね 違いいいはないというステートトメントを出しましした。しかし現在は産業政策を支援していますいわゆる半導体法というものこれが可決されました私たちがこれまで作った国際秩序の中で産業政策を使ってこの国際秩序 再活性を行っています私たちはもう一度多国間多国間での枠組みを考える必要がありますこういった学びというのは国を申告それから先進国いずれにも適用されることだと思いますただ多くの国のより 多くの人たち、企業が脆弱である途上国では重要です。制度的な改革が必要でしょう。1つ、レジリエンスの側面として考えることとしては、これは今、債務を取りすぎないことというものも含まれています。レジリエンスというのは、これはまず分散化をすることということです。そして、1つにえ依存しすぎないということが言えます。 1一つ挙げられることとしては、レジリエンスを測定するということを考えますと、まずは制度的に感じるということです。これ,からこれこそレジリエンスです。決して1つのマイクに依存してはいけないということがここで示されたと思います。これが正しい物事の運び方です。では、最後にまとめ。 たいいと思います世界経済や政策に関する政策としてほんの数年間で大きく変化しました。私の生涯の中で大きな変化でした。今後の展開は全く不透明であり、レジディアンスの重要性はさらに高まります。良いニュースとしては この不可実性の中でより良い仕事をするための知的なフレームワークとツールが整っていることです。私たちが必要なものを手にしたところで気候変動と格差という重要な問題に対処するために沿ってこれを再考するべきです。私は必要なのは新自由主義から 脱却しプログレッシブキャピタリズムに移行するということだと思います。皆さんの総理大臣も新しい資本主義ということを言ってらっしゃると思いますが、私はプログレッシブキャピタリズムということを主に書きました。日本が戦後、目覚ましい復興を遂げた際のツールというのは非常に有効だと思います。日本から学ぶことができます。あるいは、もっと初期に起こったことも参考になります。 しかし21世紀に適応できるよう調整拡大をすることも必要です。援助機関が今日抱える課題はどのようにすれば後発途上国新興市場に具体的な状況に適応できるかです。ご清聴ありがとうございました。トークセッションを始めたいと思います。スティグリッツ先生。 さまざまな危機があるということで現状を直面しているもの多くのものを紹介してくださいました私たちが今人心を獲得をし途上国に,に対応すべきかというご意見には全く心から賛同しております2つの に分断されるよううなな世界を作っていけないといけととこですもちろんそれだけではありませんが多くのことを教えていただきました。新自由主義への前提についても教えてくださいました。政治科学を勉強しているものとして実はこれは人間そのものの本質に 関わるるものでではないとと理解することができました私がコメントする立場で今日ここにいるわけではありませんが非常に感銘を受けたのでお話をしました。まず最初に澤田康之先生、東京大学の経済学,経済学研究科をお招きしたいと思います。高原先生、ご紹介どうもありがとうございます。 そしてご参加の皆様改めましてこんにちは今日は参加させていただき感謝しております非常に洞察に富んだ包括的なお話をスティグリッツ先生から伺うことができました現在のグローバルな問題サバンざまなものが 一つになってつながってみるということができたと思います。非常に刺激的なレクチャーでした。私自身がまずいくつかのことを振り返ってみて自分の考えを述べたいと思います。2枚スライドがありますけれども、1枚目、先生のレクチャーを聞いて私が感じたメッセージです。 まず1点目ですけれども、さまざまな災害というのが、これは組み合わさっているという状況です。これは私たちが初めて直面したことではありません。これまでも複数の災害が相まったということがありました。しかし、コロナという問題の本質、そしてロシアによるウクライナ侵攻。 価格の高騰を見てみますと、結局のところ、欧州およびアメリカの中央銀行は、具体的な政策を取るということに関して、非常に追い詰められた立場にあるというふうに感じました。先生はこの講義の中で、 うまくままくくととめててださっいいたと思いますもちろんさまざまな災害が重なることによって取れる政策というのはかなり制限されてしまうわけですけれどもこれがひいては民主主義そのものをも脅かすことになりますコロナによってこれが始まったのかあと 言いまますすと他の問題もあります格差の問題、価格の高騰、そして多くの政府がコロナ対応ということによって膨大な額の財政対応をしました。現在、この対応というのは大きな問題ではありますけれども。 財政出動というのはこれもまた一つの問題として私たちの上にが立ち込めています新しい問題ではありませんけれども財務危機というのは持続可能性であったり他の危機 地球規模の問題に影響を及ぼすものです。環境問題、そして気候変動、技術によって解決に向かうわけですけれども、これらの新しい技術の多くが中国由来のものであるということも大きな課題だと思います。このような悪循環と連鎖反応によって、 新しい冷戦というのが現在生じていると思います。スティグリッツ先生がおっしゃったように、この問題に対峙するためには、共同の行動が必要だということになります。非常に基地に富んで、洞察の深いレクチャーだったと感じています。いくつかの私からのコメントと質問があります。 スティグルツ先生最初に触れられたことをして、えー、政策を活性化しなければいけないということをおっしゃいました従来のものではなく新しい形で活性化された政策が必要だとおっしゃいました、まあ、私もそれに賛同できますけれどもこの相まった危機、えー、というのは実際に起きていますし 市場の失敗であったり、まあ、この複合的な問題というのがあると思います。政府の破綻というのも昔からある問題ではありますけれども複数の私からの質問があります。どのような 産業政策がふさわしいのかということもその一つです。全体的に資源を非効率的に使うのがどうなのかということ、また競争を担保するためには何をすればいいかということも一点だと思います。何が一つの具体例として挙げていただけるのか。 としたら政府あるいはグローバルな社会が新しい産業政策を作るとしたらどのようなものなのでしょうか。また信頼の失墜ということも触れました。市場の失敗とともに政府の失敗ということによって市民であったり企業であったりが影響を受け、 信頼が失われることを考えると社会資本というのが非常に重要だと思われます。ということで私の最初の質問は正しい産業政策はどのようなものですかというものです。また日本 JICA についての問題にも触れていきたいと思います。2つ目 の質問ですけれども東南アジアの発展モデルがアフリカには適用できないということをおっしゃいました。産業自体の全体が変わっているということ、デジタル化の進展、新しい技術が次々と登場しているということがあるからです。これらの問題は現在 あるからこそ東南アジア東アジアの発展モデルはアフリカには適用できないということだと理解しました。とは言いましても私の理解としてはバングラデシュは非常に良い事例だと思います。このフラン・バギースの長金の参加で労働集約型の 産業の中に非常に能力の高い若い年代層特に女性が参加していますもしかすると東アジアタイプの発展というのは望めないかもしれませんがの女性の参加この社会への参加によって 大きな変革が今起きようとしています。もちろん、労働者のセーフガードというのも必要ではありますけれども、バングラデシュにおいては、こういった配慮ももちろん必要です。バングラデシュの事例に鑑みて、 アフリカでの成長の説明が腑に落ちるものでした、あ韓国あであったり台湾とは違うというのです。デジタルトランスフォーメーションについては、先生はあまりお触れになりませんでしたけれども、デジタル化についてはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。 例えばこのイベントも世界中から参加することができます。これは非常に素晴らしいデジタルトランスフォーメーションで、これはコロナによってもたらされたものであります。デジタル化は大きな利益をグローバル社会にもたらしてくれます。 しかしながらこのプラットフォームに参加できない人たちは取り残されてしまいます。つまり、ここの,の中にも社会の分断のリスクであったり、格差がさらに深まるという悪循環の種もあります。2つ目の質問ですけれども。 デジタルトランスメートに関する先生の見解を教えてくださいというのが2つ目の質問です。では、スティグエッ先生、数分でお答えいただけるとありがたいと思います。数分は難しいかもしれませんけれども、なるべく手短に答えたいと思います。どれも非常に良い質問だと思います。まず最初に何が正しい 産業政策かかととといいいうところから始めたいと思います先生がおっしゃったように政府がうまくこの設計をできていないというところに問題があるのは確かにそうです。しかし全体として東アジアの国々はうまく実行できています。日本もその一つです。だからできるはずです。アメリカ派もまた非常に、えー 産業政策を成功裏に実行することができました他の国へということを非難することもありましたけれども結局のところはこれは国防省の中に埋もれています国防政策になってしまっているからですデジタルトランスフォーメーションこのインターネットの転換というのはこれは最大の転機点だと思いますけれどもこれは実は資金提供はアメリカが行ったものでありますその 次の転換というのは DNA、RNA だと思います。これも政府の指揮によって生まれたものです。NIH に関しても、もちろん誰もが懸念する健康問題を取り扱っていますけれども、これも政府によるものです。 経済諮問委員会の議長をしていた時でも経験したことですが投資を公的な事柄に投資に行うことによって公共にその利益が還元されます。これは民間部門に比べてかなり規模が大きなものです。実際にそして成功率にこれを実行することができます。最近の事例としても エネルギー政策、投資を批判するという見方も確かにもあります。テスラは電気自動車で大きな成功を収めていますけれども、実は政府から5億ドル の投資を受けていましたもしそれがなければ、もうすでに破綻してしまっていた会社だったわけです。この借款という形ではありましたけれども、この、えー、いわば下向きのリスクを取りました、上向きのリスクではありません。テスラの株式というのを取得するということはありませんでした。 米国政府というのはマスクもそうですけれどもまあつまりリスクに対してこのに相当するエクイティを得たというふうに考えています確実にこのアップサイドの可能性というのを見るとともに下も見るということです 日本の成功を見ますと、民間部門を、まあ、ただでお金をもらったわけではないんですけれども、自分の資金をリスクにさらすということを経験しました。そして何らかのリターンが得られるという期待を持って行います。 もう一つ、良質の産業政策ということを考えますと、市場の失敗ということを考えますと、まあ、例えば気候の人を一つとして考えますと、太陽光に対してはあまり投資をしていないと思います。まずはアメリカでは20%の金利を、これは住宅の取得者が払わなければいけません。 でもアメリカで例えばソーラーパネルを設置したものに対して2%の,その利払いだけで投資回収ができるようにすると例えば軽減、まあ、税金を減税するということでいわゆる優遇税制のようなものが考えられるでしょうですから全体的なその政府の収入予算というところを考えながら これは一つ、皆さんがたくさんソロパラパネルに投資ができるような枠組みを作るということができるというふうに思います。また、21世紀の産業政策を,ということを考えますと、大きな、より大きな狙いを考える必要があります。グリーンへの移行、制度的な変革ということで、日本のことを考えますと、 成長戦略ばかりは叫ばれますが、より大きな枠組みで視点を持って考える必要があると思います。2点目の問題としては、典型的なものが DX ですが、これは複雑な問題をはらんでいますが、何点かコメントします。 やはり一番大きなそのメリットとしては、これは例えば、もう一足飛びに大きな成長ができるということです。まあ、古い固定関節ですと、これは固定回線を確立するのはアフリカでは非常にお金がかかりますし、なかなか実施が難しい。でも今、携帯、 スマホが入ってきました。この方が展開しやすいんです。これはもう山林火災、並みにあっという間に普及しました、アフリカでです。新興国ではこういったものはなかったので、今アクセスができるというのは素晴らしいことになっています。一旦活用しますと、例えばケニアなどではうまく埋まっています。ご存知だと思いますが、ファイナンス業界で非常にうまくやっています。 古い規制がありますが、例えばこれまでの銀行といった規制勢力がありますが、より良い金融制度というところに働きかける作用があります。ですから DX は大きな違いを生み出せるでしょう。しかし、人によっては DX はこれはパンナセイヤ、つまり これは万能薬だと思っている人もいますけれども、もそうとは言えないと思います。これはもう、あくまでも1つということで、製造、まあ、輸出指導の製造業の成長をすべて置き換えるようなものではないということです。もっと複雑性を帯びている話だということです。ありがとうございます。産業政策、特にアメリカのもの、良い学びとなりました。では 林島信子氏、JICA 尾形研究所、シニアリサーチアドバイザーの茅島氏をお招きしたいという,ふうに思います。ありがとうございます。ステグリッジ教授の後にこのようにお話しさせていただ,く機会をいただき、誠に光栄に思います。非常に お話自体が時に不平等な構造が存在しているということが分かり、大変に小さにともご発表でした。やはり途上国と先進国、これが両輪となって問題に取り組む必要があるということで全く同意いたします。JICA ではさまざまなイニシアチブを 実施してきましたし、これからも実施してまいります。例えばコロナやウクライナ、気候変動といったところですけれども、コロナに関しては JICA では約7540億円の、まあ、現在の冷凍ではなりますけれども、緊急支援借款というものを防意済みです。こういったもので病院の整備拡充を実現することができますし、 ーチできるのが22カ国約2億人の方たちに寄与することができます。また、軍事侵攻の影響で経済危機に直面するウクライナですが財政支援として今年6月までに総額で780億円の円借款貸付契約に調印,調印しました。ですので JICA はさまざ、あ、まな我々の協業の 方策といいうものを共していますそしてそこからまあ大規模な政府借款というところまで現地のニーズに合わせてきめ細かく協力を実施しています。その一方で今日中のレクチャーを拝聴しておりましてやはりこの重要であるなというふうに考えたのが個々のプロジェクトの支援だけではなく 国際的な協調をする必要があるということをより一層感じました。例えば、知財の共有メカニズムといったものもその一例でしょう。JICA もやはり一層努力をしてグローバルガバナンスの改善に努めたいと思います。これはともに市民社会や途上,国途上国の参加も必要であるということも述べさせていただきます。途上国が ルールセッター、ルールを決める側にやはり加わるということが重要であると考えます。これにより国際的な枠組みの構築と実施に寄与することができます。JICA の国際協力というのは資金の提供だけではなく、途上国の人材育成にも重点を置いておりますので、 やはり途上国の人材育成というのにもより一層ま心進したいというふうに思っております。こちらが私の最初のコメントでございます。私の方からも、別途質問をがございます。ステグリッツ教授にですが、最後のスライドの中で、日本の戦後の開発、次のスライドをお願いできますか。 最後のスライドで日本の戦後の開発のこの経,経験というのが21世紀の新たなニーズに適応して新たに途上国支援に活用すべきだとおっしゃってくださっていました。非常に温かいエールだと拝聴してましたけれども日本に対して。 のそのように温かいお言葉だというふうに思いましたが実際に JICA ではプラス面とマイナス面両方の日本の開発経験というのを途上国に伝えこれを国際協力事業に生かす努力を行っておりますここで日本の開発経験として特に教育の分野について触れたいと思います 日本の戦後の経済成長は質の高い人的資源に支えられてきました日本では戦後の混乱期の中に義務教育が6年間から9年間に延長されましたそして50年代には前期中等教育がユニバーサル になり全国民に会えられたようなものになり70年代前半には後期中等教育の就学率が90%を超えましたこうした近接質の高い初中等教育が人的資源の基礎を使ってきたといえます同時に企業内では終身雇用制度に支えられた人材育成というのが盛んに行われてきました これが日本の成長を支えたラーニングソサイティというもの、これを作られてきたというふうに考えます。とはいえ、現在日本は長い経済停滞の中におりまして、企業の新陳代謝や人材の流動性が必要になってきています。こうした日本の経,経験というのが、現在、やはり今の教育のリスキリングというのが、 非常に優先度の高いものとして考えられています。質の高い初中等教育の普及をすることでポジティブな参考事例として提供できると考えていますけれども、障害学習の在り方については21世紀の新たなニーズに応じた模索が必要だという段階に来ています。一方で、途上国に目を転じますと公的な学校教育も 民間企業にによよる人材育成のいいいずれもコロナにより大きく傷ついています IT の活用というものを教育の中で行うことでこれが途上国の中での教育の機会を増やすものでもあります全体ではマイクロクリデンシャルの復興というものがあってデジタルディボイドの問題によって 現在は不平等が拡大した面もあります。そこで教授にお伺いしたいのですが、途上国において、ラーニング・ソサイティというものを作っていくためには、質の高い学校教育と障害教育を反転させる必要があると考えています。こ 学校教育は一的に政府が担うべき役割だと思いますが一方で障害学習については政府と企業とコミュニティと個人がどのようにその負担を分担していくべきなんでしょうか。これは多くの途上国の中で十分な財政的な対応ができないという状況の中で平等な学校教育を みんなに提供するためにはどうしたらいいんでしょうかぜひ教授におご意見をお伺いしたいと思います。生涯にわたる学習の環境を途上国の中にどのようにして作っていくのか、これについて日本の経,経験がどのように役に立つのかというのをお伺いしたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあ、数分間とお答えいただけるとありがたいです。 今おっしゃったことがいかに重要かということを私も強調しておきたいと思います。途上国がルールセッターになるべきフォロワーでとどまるべきではないとおっしゃった点です。ルールというのはこの開発につながるような形で設定されていないのです。実際もその一例であります。 農業に関してもそうですし世界規模の税制もそうですまた OECD で合意された枠組みなんですが途上国について不利なものが多いわけです他国間の税制もそうですがこれは主に 止める国に資するものが多いわけです。あるいは政府、企業の利益にかなったものが多いのです。もう一つの例ですけれども、この投資に関わる取り決めというのも不利な内容なものが多いということで、先生がおっしゃったことに全く同意です。ブルーフ・スクリンマンさんが 自由な社会ということを論文に書いたわけですがなぜ生活水準が25年前よりも高くなっているかというと学ぶという機会が増えているというのがその理由です。これは学校教育だけではなく障害教育というのも含まれています。日本はただ 先ほどお話しした産業政策だけではなくインクルーシブな教育政策というのも駆使されたということが発展の背後にあります。どのようにしてこれほどの成功を達成できたかというところだと思います。近代的なテクノロジーももちろん役に立ちますが。 この10年間で画期的な革新的な取り組みがあったと思います。それは何かと言いますと、人々が学ぶ機会にアクセスするためにインターネットが使えるようになったこと、オンラインコースが非常に多岐にわたり提供されているという点だと思います。これらのコースでは、 行動経済学であったり、行動科学であったり、絵を盛り込んで設計をされています。AI をと人が互いに交流するということ、これが学びの一つとなっているということは非常に興味深い絵です。私の娘もスタートアップとしてこれらの取り組みを実施しているのですが、人々を 障害学習に向けていいくこととができる存在だと思います例えば機械のような複雑な内容もありますけれどもより簡単な内容のものも含まれています。非常に興味深いのはほとんどの学校 というのはシリコンバレリのコーの構成もそうですが、ほとんどの学ぶ側というのは途上国から参加をしています。もう彼らは知識に飢えていますので、こうすれば知識を手に入れることができるということを理解しています。最善の方法で 学ぶということを選んでいるわけですけれども、インターネットによってこれが可能になりました。日本がこの経験をした頃は、そのような危機がなかったので難しかったと思いますが、現在はテクノロジーが活用できます。理解も広まっており、 知識というのは非常に慣れ地経済の中で重要な役割を果たすということも幅広く理解されています。学ぶ社会というからには全ての人が関わることが必要になります。しかし、リソースは限られています。国によっては、うまくこれを行った。 ところもあります例えば従業員にこれを義務化したというような事例です。障害教育を義務化することによって他のことにも関われるようにしました。教育システムの中で例えば ドイツやオーストリアは職業訓練ということであれば名高い国々でありますけれども、この労働雇用大臣がこのようなことを言っていました。新しい仕事に学んだことを活かせているかということを私が質問したからです。例えば製造業であれば、 私は実際にこの学んだことがコーディングソフトウェア開発に役立ったのかということを知りたかったので質問しました。すると大臣は非常にこれは順調にうまくいっていると答えてくれました。過去でもそうでしたので今はさらに成果が上がっていると思います。経済の構造を変革していくと従業員に対しても 政府と一体となってこの構造的な障害教育を新しいセクターの中に盛り込んでいくことができると思います。もしよろしければ若干時間を延長させて いいいいたたただきたいんでですけどもあとと10分でオンンラインの質問を3つお答えしたいと思いますまず、債務危機ですが、特にその債務放棄というところですが、どんなオプションがあると考えますか例えば、その支出を削減し、そして弱い立場にある方たちを支援するということを1つずつやった方がよろしいでしょうか じゃあ私の方で、債務、放棄、そしてその再構築というのものはその一つでもあるんですけれども、私が熱心に取り組んでいるものの一つとしては、IMF の方も熱心にやってますけれども、これは債務ネイチャー・スワップというもので、 非常に大きな貢献をされている国があります。例えば気候に関して行っています。ただ、これは地球規模で公的に良いこととしてやるということ。そして、これは公正であり、良いインセンティブをお届けするということでなければいけません。それができるのであれば、債務はこれは まあ、にするることとができるよとただしそれに対して自信が貢献できなければいけない例えば環境的な政策を立案するであるとかということですそしてまた外貨をそれで獲得することもできるということですということはこれは二酸化炭素削減に貢献ができるということでもありますありがとうございます では次の質問に移ります。政治的な経済というのは、今日おっしゃった新しい課題の中心になると思います。政治的な経済を教えるとしたら、どのような新しいスキルが必要でしょうかこのような複数のパラダイムシフトに対応できるでしょうかいい質問ですが、非常に難しい質問です。 まあ、あのこの政治的ナ経済というのは、これは哲学的なものです。最近の著作の中でこれは書いているんですけれども、あのアメリカ経済へのルールの再構築ということにも触れました。これは構造的なものでなければなりません。法的な根拠も必要です。ルールーやや規制や が背後に必要なのですしかし法規制というのは結局は政治的なプロセスの一環として構築されるものです。経済というのは神様から与えられた法に基づいているならそもそも存在したということになりますが政治的なプロセスを通して構築されます。ということは政治的なプロセスを理解する必要があります。 私が関心を持っていることの一つなのですが、これも一つ重要なことではありますが、二つのインターアクションの方法があります、があると思います。経済と格差によって政治的な格差が生まれるのであれかもしれませんが、ルールがきちっと構築されていれば、経済と その格差解消というのが両立するはずです。ノルウェーのように格差が少ない国、フィンランドもそうですが、アメリカのように格差が大きい国があります。では、どのようにしてこの悪い均衡から良い均衡に移行できるのかということがその本質になりますが、非常に難しい問題です。 第一歩としてはそのインターアクション相互交流が経済と政治の間でどのように行われるかこれを理解することだと思います先ほどのご発言の中でどのようにして経済学者が合理的な をを重視ししすすぎたたととといいうことをおっしゃっゃ思います、まあ、経済学者はいろいろ悪いことをやったと思うんですけども経済への欠点というのは、まあ、政治的な科学として合理的なアクターモデルというのがあったと思います。これがかなり悪い影響を与えたと思います。よりよく理解するということがまず第一歩だと思います。 政治的なプロセスというのは実際的にどのように機能しているか、これをまず理解しましょう。私がこの中で最も魅力的だと感じるのは、情報、そして偽の情報、誤報あのそれぞれの役割です。 なぜかと言いますと政治的なアクションというのは皆さん信念に基づいて突き動かれるものですがその背景にあるのは情報です社会の情報システムというのは何よりも重要です誰がこれをコントロールするのかということが次への問題になります国によっては公的なスペースが 充実していいると思います ABC が我が国もありますし、この公的なアカウンタビリティというのもあります。私たちの国では、その情報提供というのは民営化されています。ルパートロムダックが FOX ニュースを管理しているわけですけれども、ここで、ね、情報を売買しています。 この言論というのはもちろん重要ですがその情報がどのように形づかれるかこれが民営化されているかということが重要だと思いますジャーナリズムのポジションが社会の中にどのように根付いているかということだと思います ODA に関してもこれは政治的なプロセスだということを理解しております。我々もすみません、ちょっとよく聞こえませんでした。最後の質問です。やはりロシアのエネルギーへの依存方に関してですが。 今日、グリーン以降というのも,もう中国に依動があるということに気づきました。ど,どんなリスクが具体的に中国依存にはありますか答えは、そこまで複雑なものではない。つまり、この問題についてあまり考えてきたくなかっただけだということです。今、これが分かって、そして今、みんな気づき始めたということです。データを見始めたら、どうやらこの重要鉱物というのが の原産地ががどこここかかとととといいううってきたということですですから、本当に少しのコスト削減ばかりに注力してきた結果、まあ、そもそもなぜ中国で細工できるのかということは、あまりその環境政策が整っていないのが中国だからだということなんです。多くの,その鉱物というのが環境的に難しいものであるということもあります。 環境的なことを考えなければいけないというのは中国だけでなく、これはグローバルな問題です。ですから、例えばこれは、これがレジリエンスや、それから依存という問題を考えているところには、私たちはそこまで依存するということは馬鹿げていると言えます。それは結局、例えば再生エネルギーを5%、10%というところに移行するということ。 これはやはり化石燃料に依存するよりはずっといいものですね。より信頼性が高いものです。コストは高くなるでしょう。しかしながら、長期的な視点を持てば、我々はより良い状況に行けると思います。ですけれども、その市場自体がうまく働くという考え方に基づいていると、例えば、 規制の枠組み、計画の枠組みということ、ここに依存が発生します。ですから、中央集権化をしない流れというのは、この問題を解決することができません。これは制度的な依存が発生しているわけです。まあ、一体これ、どこから獲得しているのかということを考えますと、やはり制度い 構造的にどうなっててるるのかをを考えそそしてそれを阻止すす必要があります国境はまだまだ存在していますし重要です。ですから私たちはより大きな政府の役割が必要であり、産業政策をきちんと持っていくことでそうしたミネラルの生産ということもきちんと考えることができます。ありがとうございます。 残念ながらお時間が来てしまいました。10分超過をしてしまいました。しかしながら、まずは、スティグリック教授、本当に本日はご参加くださりありがとうございます。JICA との長年のご協力を下して、今後も長年にわたる協力が続けばというふうに思います。そして、澤田教授、茅島氏、 ありがとうございます。また、オンラインからご,ぜご参加くださった皆さん、20を超える質問、もうちょっと数を数えられないぐらい期待もありますけれども、時間が足りずにすべての質問にお答えすることが本日できませんけれども、シティグリッツ教授には参考までに共有をさせていただきたいというふうに思います。では、マイクを本日の閉会の言葉に。 MC の方にお渡しをしたいと思いますそれではこれをもちまして JICA 尾形研究所ナレッジフォーラム特別編を閉会とさせていただきますご来場の皆様オンラインにてご視聴いただきま,いただきました皆様改めてご参加に御礼申し上げますありがとうございました